ねほぼすっぴん <laughs> 皆さんの血液型は何型ですか私は O 型ですあみ <laughs> リーダータイプじゃない全然あのー、あんまり夢立ちたくないタイプですね他もちょっと読んでいきたいと思います空気を読んであ空気は読めます トラブルメーカーあトラブルメーカーじゃないです、全然。つい、ついつい、あ、ついついトラブルメーカー。あ、熱しやすく冷めやすいは、あのー、みゆですね。はい。熱 <laughs> しやすく冷めやすいです、めちゃめちゃ。好きなうちは一度。あ、っス、めちゃ当たってる。すごーい。冷めたら浮気症。 アーミューでもまだ浮気はしたことないです浮気 <laughs> 浮気はまあ今後もしないですにぎやかなムードメーカー、まあ、それはムードメーカーではないですねえ人の言葉を真に受けるあめっちゃ真に受けます <laughs> えっとあ読めない <laughs> 何っぽい面があるわかんない読めない正義感は強いと思いますハマるととことんハマり飽きるめっちゃ当たってるでも熱しやすく冷めやすいと一緒だよねタフなメンタルタフって何ですか どんな感じ読めないのえ見えるかなみんなこっちだよねうんこれですタフって何あー私打たれ強いですね結構あのめちゃめちゃ鋼のメンタルだと思ってる 相手の価値観はあー分かんない身みは人の意見に合わせがちです服全部見せて「<laughs> 王」しか見せれない <laughs> あ惚これっぽいどういうこと <laughs> こんな感じです これ好きで好きになっちゃうあーめっちゃ当たってるくね <laughs> リーダータイプではない自分のいいところを見せたがるそんなことないですね私は逆に自分の、あのー、いいところがどこかまだいまいち分かってません優しい人が大好きあ大好きですはい何の T シャツこれはあの大型あるある T シャツです 常に褒められたいわーめっちゃ当たってるもうめっちゃ褒められたーい <laughs> 人の話には興味がないあめっちゃ当たってる A 型のやつもあるんじゃないですかちょっと大型しか知らないですけどもありそうじゃないこのシリーズ的に是非見つけた方はあ,ーあのー、あの <laughs> チェックしてみてくださーい でもなんか普通にね血液型 T シャツ調べたら出てきそうわかんないけど <laughs> 常に心が広く優しいでも心広いですか <laughs> パパ坂とママ坂の分ないですすぐに怒る人の気持ちがわからないあでもめっちゃすぐ怒ります怒りっぽいです 目がかんよい。<laughs> 今日ね、なんかやばいんですよ。整 <laughs> 理整頓も苦手。めっちゃ当たってる。すごい。い <laughs> や、感動してる。私、整理整頓っていう、あの、ものが、あの、世界で一番嫌いです。<laughs> 一つのことにのめり込む。好き嫌いははっきりしていると言われる。あ、好き嫌いはすごいはっきりしてまーす。 あと何でしょうか。時間の配分が苦手。めっちゃす、当たってる。焼き餅焼きすぎるかな。それはわかんない。カバン見つかりました。部屋整理されそうだけど。あの、ね、あの私仲良い,い同期と、あのたまにっていうか、あの半年に一回くらいテレビ電話するんですけど。 <laughs> あのその時に中坂の部屋を公開したんですけど多分一番ひどかったと思います <laughs> 結婚したら現実的になる結婚しなくてもだいぶ現実的です そのレアなテレビ電話誰と誰だったかな川島とか池田とかなふゆちゃんとかわかんないかばんの中も整理できませんぐちゃぐちゃぱいみたいな <laughs> 感じでーす谷さんレベル谷さん以上かもしんない <laughs> お値段以上みたいなテンションでいっちゃったでも本当になんかやばいでーすはい中坂さんはあの整理 物をあの片付けるっていいうやつが無理です <laughs> はあ、い、とは何だろう人が持ってるものを欲しくないあこれは違いますね中坂さんはできる限り人とかぶりたくない精神の人間なのであの人が使ってるものは使いたくないタイプです逆に <laughs> やばいめっちゃ鼻かゆいイエイイエイ 靴下脱ぎっぱなしはでも1週間に3回くらいしかしないですあとはもめでも斜メお願いします了解です <laughs> 今日は見れるから見てますありがとう好きを挨拶並みに言うあ好きじゃないけど可愛いはわめちゃめちゃ言います <laughs> ところで今日は久しぶりに何あ待って久々にやるものを忘れちゃったからちょっと読み呼びますね きょうみゆが買ったもの持ってきて <laughs> 発売したらすぐに買うタイプあ中坂さんは基本的にルーズなので時間にあの全然ねあれです違うこれじゃなくてさあそれそれ <laughs> なんと、今日久しぶりに買ったのは。で、で、で、で。プロ野球チップス。<laughs> イェーイ。イということで、あの、約一年ぶりの登場になります。プロ野球チップスです。あの、本当にポテトチップスずっと食べてなくて。あの、久しぶりに買おうと思って、今日自分のお小遣いで。買ったので。 えー、プロキィクチップス開けていきたいと思います2021バージョンイエーイ <laughs> <laughs> いきましょうあの狙うはドラゴンズですはい、まあ、どこでもいいです推しは押しはエルドレッド選手じゃなく間違えましたビシエド選手ですなんで急にあの広島しかももういない広島の選手がはい 出てきたのかわかんないですけどそれではいきたいと思いますいきます1枚目どンえなんかいきなりすごいの来たんだけどわかんないすごいかで、えー、福岡ソフトバンクホークスのシュートを右京選手ですねこれはえー、プロ野球新記録12試合連続盗塁というめちゃめちゃすごくないプロ野球の新記録だってそれすごくないでーんということで シュウトウキョウ選手ですねえ、すごい体重めっちゃ軽い <laughs> すごいあ、これ今日1個しか買ってないんですよ金欠金欠はい、では二枚目でん東京ヤクルトスワローズ石川雅則選手ですイエーイこれはプロ入り19年連続勝利達成これもなんかすごい記録っぽそう ななんかすごくないノーマルカードではなさそうはいということで、えー、ソフトバンクの選手とヤクルトの選手が出ましたあベテランなのあ二2枚入ってますレジェンドなんだってみんなえー、えー、<laughs> すごい あ去年のカードケースはあのしっかりあの申し込み忘れた <laughs> アホいるんだけどここにほら残ってるもん <laughs> でもいいんですねカードねなんか大全部消えたんですよ <laughs> そうもう40歳くらい、ね、この周ト選手めちゃめちゃ軽いんですけど やばいよあのね身長が1 8 0センチあるんですよなのに体重6 6キロしかないんだってやばくないめっちゃ軽いじゃんキラキラカード見たことないっていう方がいるのであのお見せいたしましょう、はい、キラキラカードですわかるかなこのキラキラ回あほらほらほらキラキラでしょ そうね、アマキラカード持ってないんで <laughs> 持ってないっていうか持ってるんですけど、ね、消えたんでお見せできないんですけどはいということでこのお二方でしたすごくない野球の選手なのにこんなになんていうんですかね軽いのびっくりですよね 中坂よりは軽いであの書いてるんで書てすけど中坂さんよりはまあ軽い中坂さん3トンとかなんではい中坂さんは野球好きな中坂さんは野球はあの見に行きたいとは思ってるんですけどあんまりあの選手の名前と顔が一致しないのであ,のあんまりですねはい詳しくはないですでも中坂さんはめちゃめちゃ収集壁がすごいのであの物を集めることに 関心が素晴らしすぎてあのー、石を集めてますはいっりんご3個分じゃないですそう中坂さんはコレクターなのでもう何でもかんでも集めちゃいます ske のカードスケイのカードスケイのカードの基準むずくね ちょっと難くね SKE のカードってさよう分からんくないなくなってる <laughs> 懐かしいもう卒業されてる方しかいないんですけど <laughs> もう側面はいらっしゃる方はいますね須田さんだけ。 られますあそうマンボウ3匹分です。 お宅になったばかりの頃買ったな買ったでしょ水はねなんかねメンバーでもらえないんですよ <laughs> カフェのコースターカフェのコースターはね全然持ってないですねうん本当にコースターはね全然持ってない、はい、もうぜひ持ってる方 カフェのコースター全然持ってないです。押ししかないここ <laughs>。あのはい、部を変えればあります多分。 中坂さんはあのお披露目の日にあの閉店したのでないです。<laughs> スキーとコラボをした観覧車の登場券とかありますか前の携帯ケースの中に入ってたんですけど前の携帯ケースがこの部屋にはないのではい残念です。<laughs> 前の携帯ケースの中に入ってます。 つやさんのクリアファイルはわかんないですけど SKE のクリアファイルなんかいっぱいあります多分あオリジナルコースターはモバメ限定みたいな <laughs> メンバーのサイン持ってますか持ってないですみは <laughs> ね職権内容はねしてません嘘ですはい はい。<laughs> 急に黙らんといてもろて同期の名刺持ってないですけど中坂さんあそうそうちょっとさあのさまたお母さんをパシるのは良くないんですけど中坂さんのサイン入りの,あの初期の名刺が20枚くらい余ってるんですけどあのマジもらってくれる人を募集したいくらい余ってます。 ピオスさんのカードありますかピオスさんのカードはないんですけど4期生さんいっぱい持ってるんで川島にマウント取ったことあります中ちゃんのやつ手形しかも持ってないピンピンピン 本当好きねえヘペロローソンのバレンタインチョコのクリアハバレンタインチョコか分かんないけどチョコのドレは持ってます大吉は残ってるか分かんないんですけど本当に20枚くらい今日出てきましたでもう本当に全部多分サイン書いてあってなんか動物の絵がいっぱい書いてありました はいなのであのあのあげられないんですけどぜひ皆さんにプレゼントしたいです最近やっちまった出来事最近やっちまった出来事は最近、まあ、やっちまってはないんですけど最近家の家を出発する15分前とかに起きるのが日課になってしまったこと。 コココイチとコラボしたクレアファイル持ってますおクリアファイル系は全部お父さん管理なのでみーも何持ってるか全然わかんないんですけどそろそろまさか持ってきてくれません多分見てないですねふ<う><笑><笑>なんかあるかなでもねここはね SK のファイルないんですよ全然チョコの奴隷はありますファウムイファイナリー すごい。うーんなさそう。スキームはいっぱいあるんですけど。 今日は合計何時間寝ましたか私は3度寝して12時間 <laughs> ミュミウは昨日2時くらいに寝て今日は10時に起きたので8時間です <laughs> 観覧車へようこそのサイン入りクリアファイル持ってるわそれはすごいお強いですね <laughs> パパママサカさんは誰推しなの分かんないです <laughs> みゆちゃんの初期の名刺たくさんあるよねえ,いえいありがとうございますプ <laughs> ロフェスまだ何も決まってないのそれはまあお伝えできませんけど中川は今んとこ何も練習してません生誕 <laughs> T シャツはおしのは多分ほぼ全部ありますでもおしの以外全然ないですピザハットのトランプのメンバーがついにピヨスさんだけにえ須田さんいないんですか 青海さんはでもなんか最近青海さんのお話も全然出,な出ませんね長坂は北海道行きます長坂は大阪と名古屋です <laughs> もう鼻がすっごい今日ムズムズするの <laughs> <laughs> いずりんさんは16に時間わーお 16時間もね寝てたら身体がバッキバキになっちゃう <laughs> そう東京じゃないんですよね大阪と名古屋ですカオタンカルタ買わないんですか,なんかお父さんに買ってって頼んだんですけど買ってくれませんでしたプロフェスがプロレスに聞く <laughs> 中坂さんも参戦しちゃう中あ間違えましたまさん参戦タン T ィは着ることはなんか あんまないですけど卒業コンサートの T シャツは割とよく着てます友人来週お話し会いに行きます中ちゃんに会いに行くと話してました、えー、ありがとうございます中ちゃんのリングネーム長坂さんもあの強くなってはい頑張り頑張りませんけど。 中坂さんはあのそれよりもあのまず SKE の活動にあの身と心をしっかりときるようたいと思いますあくしゃみでしょ今日はおおおさおさだっけ <laughs> <laughs> 本当になんでろうなタちゃんの必殺技はカメハメハですうさか ななんかやばいんん,なんかかです本当に目とかは全然なんですけども今日一日中ず,ずっとくしゃみ止まらんみたいなくしゃみじゃない鼻水うおーってなってます <laughs> 重大発表はねないです昨日中坂さんの生誕 T シャツも着てお仕事に行ってくれると嬉しいですこれ皆さん共通です あの私的には今年の生誕 T シャツの,あの目的といたしましてはやっぱ皆さんにも普段着使いをできるようなデザインにさせていただいたので今年の生誕 T シャツもね皆さんあのぜひ普段ん使いしていただけると嬉しいです <laughs> 噂されてるあそうかもしらん。 はい、今年のは、あの特に普段着使いできると思うのであの、ぜひ皆さん普段使いしてください。喋り方がなんか腹立つ。<laughs> 今年の生誕 T? 無理やろ。無理じゃないです、全然。全然普段使いできます。はい。じゃミュウが、ミュウはな、普段使いっていう基準がないので、あれなんですけど、まあ私はちょっとレッスン着にはできないかな、みたいな。実は 去年のもあの全然自分で家でしか着てないみたいな <laughs> パジャマにしないでください普段使いしてください去年のはできるけど今年は無理 学校はあの制服なのであの無理なんですけどメンバーに役配ったらまだ自分の手元にすらないです中坂さんの,の生誕 T シャツ欲しいって言ってくれる人がいないのであの中坂はあの人にあげたことないです去年のよりは着やすいと思いますほら言ってる方もいますからはい行けます皆さんはいティーン 娘が見ゆって言うんですよ <laughs> それはちょっとね頑張ってくださいヴよしさんにプレゼント <laughs> なるほどねパパ坂来て会社行ってんのあパパパ坂にあげてないですねブーティーシャツで電車乗ったことはある全然行けるっしょ <laughs> 主見さんおはようございます正式法廷と旧規制チームエースの中ちゃんこと中須上ですピアスさんに多分あげても無理あの別に多分必要性ないと思うのではいもっとあげるなちゃんと考えます娘 <laughs> になってください あの中坂さんが娘にとって大変大変ですけど大丈夫ですかあのね本当にねしんどいと思います毎日あのー、罵倒されます <laughs> トートバッグめっちゃ使ってますありがとう今年のはまずは現場でフル活用しますあそうしてください ニャンニャン二次元同好会に入られないのニャンニャンは残念ながらアニメを全く見ないので漫画も何もわからないんです僕の夢になってください中坂さんはまだ結婚できないのでお断りさせていただきますハゲ <laughs> ちゃんには来てくれないのあ来させますハゲちゃんと一緒にあれ着てプリクラ撮りに行きます 毎日罵倒されでも頑張ります <laughs> いやそこは別に頑張らなくていいんですよ遠 <laughs> い親戚の姪になってください姪っ子です最近鬼滅にハマりましたえー、いいじゃないですかじゃあお母さんになってくださいあお母さんですか <laughs> お母さんでもなかなか家事できないですよ 来月結婚して <laughs> 来月ですかでもまだ1か月経っても美羽は15歳です絶対に結婚しような <laughs> 来月から中坂さん結婚できるので頑張るぞえいえいおーそう来月そうなんですよ6月でね結婚できるようになりますけどしません めいちゃんの7時になります。あ、それはちょっと嬉しい。<laughs> 僕をペットにしてください。でも中坂さんはあのー、動物をお世話するのに向いてないんですけど、大丈夫ですか中 <laughs> ちゃんならなんか親友になりそう。あ、お友達募集中ですね、もちろん。<laughs> 絶対結婚しような。メンバーから絶対結婚しようなって言ってくれるのは嬉しいな。あ、本当ですか 家事できる人が欲しいんじゃないあそうですね中坂さんの身の回りのこと全部やってくれる人が欲しいです <laughs> メリーさんの羊になってくださいどういうことどういうこと <laughs> 中ちゃん自分の中では四条ですあバブバブ <laughs> ここに大きなお友達がたくさんいるやろうお友達 <laughs> あ運転手さんいいですねとりあえず「め」って言ってこう「め」「中ちゃんと1ヶ月違いの5月11日が誕生日です」おおいいですね近い近い。ウェイ16歳はでもバイクですよねでもバイクは、うん、取ったところで多分乗らないのではい掃除は苦手だけど料理ならできますあ料理は嬉しいですね パパサカさんには優しくならないです。孫になってからさい。孫になります。みんなの孫。<laughs> それリカピのショールームでみんな言ってたやつだよ。あまさかの通告。<laughs> 長坂のまぶはいまぶになりましょうなぐちゃんイメチェンしたらどうイメチェンしたら人気でそうですか <laughs> DMM でフェス公演の振り返り配信しないのいしたいんですけどね許可とかがいろいろいるんで大変なんですよね時間もちょっと難しい ナグちゃんヘビは今日はあの今のところ長官する予定ないですね眉を細くする眉はだいぶ薄くなってるよだからこっちとかなくねほぼ形は綺麗なんだよねもうちょっと薄く細くするべき おば坂さんと一歳違いだから娘だな、イエーイ。<laughs> そのままの長坂でええやで、ありがとうございます。長 <laughs> <laughs> ちゃんの担任ないとあもう面白い先生がいいですね。みんな今日も盛り上がって みたいな先生がいいです。錦蛇が逃げ出したらしいね、見ました。ティックトックで、なんか3メートル級の蛇があの逃げ出したらしくて、あのぜひ皆さん見つけたら連絡してください。パパ坂さんの年齢公表してたの、ね。はい、パパ坂の年齢が知りたい方はぜひモモタんとの2じゃないようご覧ください。 その先生逆にめんどくねなんかマジ盛り上がる時だけ盛り上がってちゃんとやる先生がいいですね <laughs> みんなおはよう今日も空が綺麗だね僕の顔のようにみたいな先生がいいですねはい <laughs> まだ見つかってないよねそうなんですよまだ見つかってないらしいです でも長崎ヘビが来られたら困るのではい名古屋じゃないと思いますでも日本です TikTok でニュースを知るとは今時だな。 いや本当ですよね。中坂さんは基本的に TikTok か Twitter で一日のニュースを仕入れます。あでも、あの、普通にサイトとかもニュースサイトみたいな。<laughs> 何だ今日か教えてくれるな。僕が教えるのは自己肯定感を、<laughs> 自己肯定感を上げるとかちょっとよく分かんないんですけど、あのポジティブになる授業です。 中坂さんはあのーまあ、ショールームではめちゃめちゃうるさいですけど、あのー、SK に入るまでは超超超がつくほどのネガティブ人間だったのであのぜひ皆さんもポジティブになりましょう横浜だってみんなじゃあ横浜にお住みの皆様口笛を吹いてくださいツイッターが縦長表示されなくて泣いてますそれはピエン TikTok でニュースなんてやるのそうですよ結構今あのよくテレビとかで見るニュースとかの番組が公式アカウントとしてニュー1日のニュースを発信してくれてますだからあの1日のコロナの感染者数とかもそういうところで知ったりもします、まあ、でも中坂さんは基本的にその辺は Twitter で知ります <laughs> あれが捕まえる、横浜在住 <laughs>。頑張れー。はい、皆さんがぜひ口笛を吹いてください。<laughs> うるさいちゃんが可愛かったので、独占。うるさいちゃんは部活に励んで頑張ってます。 い横浜出身なんか意外とあのー、横浜とか埼玉とか多いですよね <laughs> 吹いてないふふ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  だからなんて言うんですか SKE48 のファンってすごい関東の方多いですよねっていうイメージですねっちゃんついか夫婦して夫婦の仕方を教えてあげましょう「フーフ」ってあの「誕生日のろうそくを消すように夫婦すればできます」。 このルーム神奈川県民多いんだよねいやそうなんですよねマジで関東の方多くてびっくりしてます出身は違うけど横浜 DNA ベイスターズのファンですおお長坂さんはもうあの日本の野球全部応援してまーすもうじき引っ越すけど長野県長野県寒そう お願いしたら自分でやれんでやる。ミ <laughs> ン、頑張れー。愛知ですみません。愛知の方もなんか地元も多いし関東も多いし、それこそあのいろんな本当に各地にいるんですよね。だからさ、S K ってすごいなって私は思います。 大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやでたこ焼き餃子お好み焼鶏豚まんくカニローラくくいだおれ吉本新喜劇何んでやねんそうですワールドワイドですか。中坂さんの配信はグローバルで世界各国に向けて配信をしております <Hello> <laughs> 僕は静岡県民ですあ静岡の方も結構いっぱいいらっしゃいますよね静岡に早く行ってあの爽やかでハンバーグを食べたいですインドネシア語は、ね、習いましたよね さやすかだっけ <laughs> ほら静岡の方多い 富山県広島面白い人が多いとはその岐阜県民です<ー>東京と名古屋ぐらいの距離がちょうどいいまあでも1時間半くらいで着きますもんね今文明開化です。 飛行機で2時間弱北海道からそんなそんな早いんですね飛行機って乗ったことないから全然わからない, <laughs> いや愛知県民の方が本当に少ないなって思いますそんな貴重な愛知県民でございます飛行機で12時間あっ すごかった桁違いがいました <laughs> 北海道から名古屋意外とと早いでそれなびっくりびっくり飛行機は乗ったことないですもう<ー>見てちょっと腕細く見えるでしょこの角,角度腕が細くなりたい こうしたらめっちゃ細い人みたい。ここ,この幅よね、幅幅。ちらちら。でも、太くもないと思ってる、自分の中では。でも、最近ちょっとね、ちょっとブヨブヨしてきてるかもしれない。やばいでーす。愛 <laughs> 知県民です。名古屋在住。イェーイ。ジェットコースター乗れれば、乗れません。 リップツアー北海道なら乗れたのにねですね <laughs> チューペットみたいにああチューペットを想像したら本当に折れちゃいそうで怖い <laughs> 中坂さんはあのチューペットはあんまり食べないです <laughs> 何も今日アイスを買ったの <laughs> あのねちゃんと自分のお金で買ったんだよ偉いね 名古屋しから出たことない。それはすごすぎ。中坂さんはでも割と愛知県でいろんなところ行ってたりしますし。うん、そうですね。あっちの方もこっちの方も行ったことあります。今日シルクマカってきた。もシルクマイスを全然食べたことないんですけど、すごいなんか抵抗があるんで。悲しいです。 飛行機から見る地平線は綺麗だよ。えーちょっと気になるじゃん。そんなこと言われたら。<laughs> でもね乗ったことないですね。この先も乗る予定は今のところないです。全メンバーの中で中坂さんの足が一番綺麗だと思います。ありがとうございます。中坂さんもなんか中坂さんは色が黒いあの最近白くなったんですけどね。あの黒くてあのー、あまり白くないのであの白い足になりたいです。 何の抵抗,抵抗は何かわかんないですね入ってる中身ですか、ね、なんかさ白いのは食べれるんですけどなんかさ黒い豆みたいなのがダメなんですよメットライフドームから黒浪まで行った時は飛行機移動でしたおーすごーい今度中坂さんが出るエスコンはいつですか中坂さんもわからない <laughs> あ、そう、黒豆みたいなやつです。中坂さんはお豆があまり得意ではないです。プロ野球チップス三袋買ってきました。さすが大人ですね。中坂さん、スタイルめっちゃいいもんね。でも最近お父さんに本当に足が短い、いじりをされるのが悲しいです。はい。足百メートルくらいある方、パパ募集中です。 どんな仲坂さんも好きですありがとうございますお父さんは足めっちゃ短いですミュート二センチくらいしか変わらないちまちゃんより短いのちまちゃんの足の長さわからないですプロチ箱で送ってあげたい なんか箱買いしようとした人がここにいますでも箱金もなくてあの諦めました <laughs> そうです足が短いのはパパ坂のせいです怒られませんパパ坂今日はいませんそうなんか最近さすごい、ね、73に狙ってくるんですよ <laughs> この前の前 このの前初の S 声めっちゃ感動しましまたありがとうございます今日もチョコバリとクッキーアイス3つ買ってきた長坂さんが今日買ったアイスはスーパーカップのチョコレート味と、えー、ビスケットサンドアイスです <laughs> 食べ物って OK なんだけど食べ物は送れないと思います。 短短くくははななないいと思うけどな短くはないですだって 170cm 以上身長のある私とお父さんの足の長さが 2cm しか変わらない時点で短くはないと思いますチョコミントは食べられませんゴディバの抹茶アイスがいっぱいあるわーすごいですねリッチー明日アイスの日なのそうです明日はアイスの日です アイスの日なのでアイスを食べる配信をしたいんですけど明日は中坂さんの予定的に配信できるのが朝しかないっていうあの悲しいやつです歯磨き粉というタイプ私チョコミント食べたことないんですけどあのミントの匂い自体がダメであのミントのガムとかも食べられないので食べられません <laughs> パパ坂には同情しかないぜひ皆さんパパ坂に同情をしてあげてください 新しい友達はまだできませんあそうです明日は朝配信です多分道場道場ありがとうございます 六日の公園で椅子席の後ろから2列目のど真ん中にも中坂推しの人がいたよねそうですねいらっしゃいましたなんかそこねこうさ,さこう斜めに3人くらい青白オ,オレンジが並んでておおってなって見てましたなんか1曲歌ってよじゃあリクエストしてください朝5時じゃないですその早起きはできません 明日早起きできそう早起きは難しいですあ、6時とかではないですね多分10時くらい あ、でも今イヤホン持ってないんでアカペラです何にしようかな、うん、フルでちゃんと歌えるやつがいいよねじゃあ自分で決めます 滑り台からいいですね滑り台からのイントロもう忘れちゃったんですけど「あっちがじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃかゃんじゃんじゃんじゃん」か「わああ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 あ 大人になってしまうとなんだか理屈っぽくなっちゃうね相手のこととか自分のことちょっとあれこれ考えすぎる昔は相当単純だった思ったことを何でも言えただから私は私らしかったし無理してなかったね ほんとに覚えてない <laughs> でなかったほんとに分かんない <laughs> はいかし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 見してなかったなるななななんだっけ <laughs> あのコの たちが「あっあの頃のおさななじみ」「なんだってあってるかなんだって言えたのに遠くなってゆくような気がする」「滑り台からすべってみようりょ つけても意味がないゆくよ行ゆくよ行ゆくよくよ下で私を受け止めてわお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  っちゃったんだベンチに座るようになってからか走り回るように木陰の下汗をかくのが嫌になったかも誰かの視線意識し始めてこう見られたいって思っうたりもうそう自分が自分じゃなくなって変わってしまった 近所の「なんだって言えたのにどうなんだっけ?」「なんだって言えたのに」どう「<laughs> なんだっけ?なんだって言」「だって言えたのに」え <laughs> なんだって言えたのにテレテレテレクあ照テレクサイこの距離感は濃いかな滑りないと登ってみるよ昔の私に ちゃん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 ほんにわかんないキンジョノンオーサー違う違う違う時間やばい時間やばいギフト見ますはいギフト見ますいきますダラさんパン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 えリーゼントオラブラさんアイスクリームえおつまくさん コバン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 パンパンウマエのクさんレインボーエーオツマクサントルランのンプハムスターさんコバンエーオツマクンライフトルルランのンプエスのクさんレインボーエーオツマクンライフトランラランのブライフトルルランのブライフトルルランのブライフトル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 ルルランのブライフリーゼントラウラさんお花エーオツマクサントルルルルルランのブライフトルルルランのブライフ ブルドックさんパンパン風船ワンワンさんグローバーシャンシャンさんレインボーおつまくさんハートとトルルラの音符えーアジサイニャンニャンさんお花束おつまくさんライフアジサイニャンニャンさんフロスキーおつまくさんパンパンえーアジサイニャンニャンさんトルルラの音符トルルルラの音符えーおつまくさんトルルラの音符アジサイニャンニャンさんトルルラの音符おつまくさんライフ えー、アジサイニャンニャンサンタルルラうの音符、オツマクパンパン、アジサイニャニャンサタルルラの音符、オツマクサンタルルラの音ライフ、えー、アジサイニャンニャンサンパンパンパン、おつまクさんパンパンハート、アジサイニャニャンサタルルラのえー、オツマクサンタルルラの音符、アジサイニャニャンサタルルラの音符、オツマクサライフ、パンパンハート、アジサイニャニャパンパンえー、オツマクサンタルルラのライフ、パンパン、えー、

ゲートイブーさんパンパンアジサニャニャさんパンパントトイブーさんパンパンアジサニャニャンさんトレラのノンプシャンシャ,シャンンサントレラのノンプトトイブーさんトトイシャンシャンサントレラのノンプアジサニャニャン

音符、天使さんライフ。焼き鳥さん、レインボー。天使さん、ライフ。オムライスさん、パチ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 、ファイト。シルルルルーさん、ミラーボール。オムライスさん、ファイト。うま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 。うま愛犬人形さん、レインボー。オムライスさん、うま。カブトムシさん、ミラーボール。えー。オムライスさん、うまま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 ま えーリーゼントオラオラさんミラーボール、ニキセイさんミラーボール、シュルルルーさんミラーボール、ブーブーさんは、えーオムライスさんハート、アイスクリーム、アイスクリーム、テイさんは、リーゼントオラオラさん、かわいい、テイさんは、えーオムライスさんファイト、 ていさんまぁ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 ままおつまくさんレインボーていさんまぁまぁえぇシルルルルさんアイスクリームアイスクリームていさんまぁキロキロッピさんハートえぇシルルルルさんアイスクリームていさんまぁおむらしさんまぁまぁていさんまぁおむらしさんまぁまぁていさんまぁおむらしさんまぁまぁてさんまぁおむらさんまぁていさんまぁおむさんまぁまぁシャンシャンさんナイフえぇおむらしさんまぁシャンシャンさんパンパンえぇおむらしさんまぁ ブブさんパンパンシャーシャーさんライフパン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 ライフシュルルルルーンさんチュチュシャーシャーさんパン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 シュルルルーンさんチュチュシャーシャさんパンパンライフパンパンシュルルルーンさんチュチュシャシャさんライフパンパングッドゲームパンパンニャニャカイニャさんレインボーレインボーシャーシャーさんライフパンパンライフライフオレンジの女の子さんトラララのオープンシャーシャーさんグッドゲームパンパンシュルルルルーンさんハートシャーシャーさんパンパンえ パンパンハートだるま小判タコさんアイスクリームフロスキフロスキパン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 トゥルんラントゥルルランのんぷグッドゲームやばい時間をドキドキしていますシャンシャンさんライフライフクロミちゃんさんありがとうシャンシャンさんトゥルルランのんぷパン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 スマッシュさんパンパンシャシャんハットスマッシュさんパン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 テイさんうブーブさんパンパンテイさんうまま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  コバン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 テイさんうまま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 まシャーシャーさんうまテイさんうまシャーシャーさんうまテイさんうまシャーシャーさんうままトトイウマえ、おつまくさんうまブブーさんこばんカメさんレイボーありがとうございますイェーイ1ン0間に合わないですね、これは。え、今日の中身73位は、でけ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 でーん おにぎりパクパクのアバターのふんふんさんです。ありがとうございます。イェーイ。それでは20位から読んでいきたいと思います。いきます。せーの。女の子さん、オムライスさん、おてさん、ガオさん、ヒヒンさん。あ、違う。SKE のクマさん、カメさん、ヒヒンさん。ありがとうございます。イェーイ。

せーの、リーゼント、オラ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 ということで、今日も配信を見てくださった皆さんありがとうございました。もしよかったら、メール、ブログのチェック、ダイフォーチショールームのフォロー、ツイッタ i とインチャグラム a のフォロー、ブ黒のチェック、よろしくお願いします。それではまた、明日の配信でお会いしましょう。明日は朝配信です。よろしくお願いします。せーの、バイちゃん。<laughs> はい、改めて、えー、ランキングに載ってる皆さんも、配信を見てくださった皆さんもありがとうございました。じゃんけんぽん。 バイバーイ大富豪やりまーす